カマレス河原家カマレス土器は古代イギリシアの英英文明のちクれた島に栄えたミノア文明における代表的な河原家、陶器の一つであるカマレス式土器とも呼ばれるミノア文明の古宮殿時代の土器様式にカマレス河原家と呼ばれる白、クリーム色、赤、オレンジ色で大胆に抽象的文様が描かれた土器が生まれているまた ろくろが導入されたことも想像されており、成形は非常に薄手のものになり、暗い色の地に、名色で、抽象的な渦巻き文を成功に配置した極めて、洗練された技術はかなり向上していた。これらの高い技術は、宮殿の成立に伴って政党が専門化されたことにより生まれたと考えられている。かつまたとアルハーネスのクソアノン宮殿時代くれたの、 人造心臓の存在をめぐる1考察マイナス、オリエント31巻2号日本オリエント学会、34から54ページ、1988年。 h t t p j l c j s t g o j p j, j <salud> s t j o u r n a l a r c h i v j o r i n e n t 1 9 6 <noise> 2 3 <reverse> 1 2 3 4須藤義行世界の考古学3ギリシアの考古学同棲者、1997年。ありがとうございます。